はい、今の現代人はね、スマホ、パソコンで、このですね、鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、もうガチガチになってしまっています。で、この、頭蓋骨をね、取ると、この中にはですね、大事な内臓もあって、特に肺なんかね、肋骨がガチガチになると、やっぱり呼吸が浅くなって、しまいます。この鎖骨ですね。鎖骨、肩甲骨、こっち側、ごめんなさい。鎖骨、肩甲骨、腕、この三位一体のね、の上に、の下にでね、肋骨の上に、この、あるんですが、この複雑なところがですね、本当にガチガチになっています。巻き方と言い方もいいし、猫背という言い方もありますが、とにかくね、もう今私が見ると、この辺りね、もうガチガチに硬くなってしまっていて、呼吸がとても浅くなり、そして、マスクでですね、マスクして大きな呼吸すると苦しいので、小さい呼吸に慣れてしまっている、そんな状態になっております。で、脳にですね、行く、酸素がね、ちょっとずつ少なくなって酸欠状態になり、いろんな問題をね、起こしていると私は考えております。とにかくこの鎖骨、肩甲骨、肋骨をね、柔らかくするためにはですね、軸で動かなければいけないんだけれども、その軸さえもね、皆さん、おかしくなってしまっています。そして、鎖骨、肋骨を動かすためにはね、骨盤も動かなければいけなくて、様々なところを、連動させてね、調整しなければいけないんですけども、このね、今覗いてるところ、非常にね、重要な、部分ですね。リンパが詰まってくるところでもあるし、心臓を通ってね、脳に血液が上がっていくところでもあるし、ここは交感神経節がね、ビシッとこうくっついてるところでもあるし、甲状腺もあるし、胸腺、免疫のね、中枢もあるし、とにかくね、重要な部分が、皆さんこの辺がガチガチになっています。新しい生態法でね、緩める必要があると私は思っております。揉んだりね、ストレッチをしてもですね、軸がないところで動かしても、アウターは少しね、アウターマッスルは少し緩むかもしれませんけどもね、重要であるインナーマッスルをね、緩める。インナーマッスルがたくさんこの辺についてますよ。この辺りを緩めるためには、軸を作り直して、そしてもう一つの軸でしっかり動かすっていうことが大事なんですけども、これができるのが、ありがとう生態のね、強みだというふうに思っております。こんなことをね、教えることもできますので、ぜひね、生態師養成学校ね、もうやっております。お待ちしております。